はあぁ、ちょんまりパッパはい、本当に忙しいよって意味です。ちょんまりパッパちょんまパッパはい、ちょんまってすごく聞きますよね。このちょんまりはとにという意味です。ちょんまり。ちょんまに。そしてこのパパはパプダパプダという形容詞ですね。忙しいという県形はパプダこれもまた大事な話で、じゃあここに一度書きましょう。バ ぶだ、けんけいです。これはう動詞です。また出ましたね、いろいろ。これはう動詞なんですけど、何がう動詞かというと、たの前の文字でも、このぼういんを見てください。このぼういんがうですね。ぼういんがうですね。この場合、う動詞と話します。このう動詞の場合も、じゃあ、ようたいにしたい。ますですにしたい。ようたいにしたい。どうすればいいかというと。ここをああようにします。 ウ動詞の場合にここあいをまたはおようにするんですけど、ちょっとそこ説明しますね。う、えー、動詞の場合ですね。その前のうを持っているこの文字の前の文字を見ないとダメなんです。複雑ですね。そのうを持っているうを持っている文字の前の文字があまたはおこれ大事ですよ。あまたはお このどちらかが来ていれば、ああいうようになります、ここが。それ以外の、この後を以外の母音が来た場合は、ここが、ああいうようになるんです。わかりますか例えばですね、じゃあ、切符だっていう、嬉しい、切符だ、嬉しいという形容詞があります。この形容詞見てください。うの前の、うを持っている文字の前の、 文字の母音を見てくださいいいですね。あでもおでもないですね。この2つじゃないですね。ということはおうようになる後ろが。じゃあ作ってみますよ。木は同じ。ここがこうなるということ。木っぽいようになります。おようになります。なのでう動士の場合はそのうを持っている文字の前の文字の母インを見てあようにするかおようにするか2つに分かれます。 すごく難しいです。これは3級から12級のレベルですからあまり心配せずにしっかりとあのゆっくりとあの覚えてもらえればと思います。ああよかおうよか二つに分かれるというウード詞の勉強でした。今日やった内容は Kindle やメールマガを登録していただければテキストと無料の音声がもらえます。また 話せるようになるには私の音声を聞き流しただけでマスターできる教材もありますので、ぜひ登録してください。